どうも北澤です。今回はマイルチャンピオンシップのレース回顧と振り返りそして視聴者参加型の予想対決第2戦を終えての途中経過も一緒にお送りしていきます競馬ナビゲータータではスタートからなんですけどもちょっとね残念ながらダノンキングリがやっぱり若干出が悪かったですねでペルシアンナイトも出が悪くてちょっと後ろからということでこのそれなりに人気あった2頭がちょっと良くなかった感じです 全体的には、まあ、予想動画でも話しましたが、マイスタイルがいくだろうというところで、ここは想定の範囲内。で、グアンチャーレが行って、フィアノ・ロマーノ。で、その後、外からダノン・プレミアムということで、えー、インディ・チャンプンこの行為で、ここら辺は想定内でしたね。で、ダノン・キングリが出悪かった割に押し上げていって、えー、まあまあの位置取りでしたね。で、その後ろあたりに、まあ、今回プリモシンがいて、アルラインがちょっと想定より後ろだったかなと思います。 でペレシアン・ナイトがここまで押し上げてきて、えー、二の足も使ってちょっとまあ、ただねこの後は狭くのでもったいなかったんですけどでダイアトニックがうちにいてというところでまあまあ大方の予想通り展開的には、えー、想定した感じだったと思いますただ前半3ハの35秒3ということでやっぱりちょっと遅かったですねでこの辺りマイスタイル言ってますけどまだ余裕というかまあ実はもっとさらに速くてもいいんじゃないか若干行きたがった感じも少しあります でこの辺り4コーナーダノンプレミアムがもう勢いよく先頭を伺うかと思いきやちょっといつもの伸びが見られないでマイスタリーが粘るところその間をインディチャンプまだいい手応えでねこっから追い出して一瞬で一気に抜け出してきて強かったですでうちからダノンキングにも、ね、来るけどちょっと伸びが見られずマイスタリーが粘ってで最後にさらにペルシャナイトが3着、えー、に来てというところでインディチャンプが 強い強さが目立ったレースーだと思いますでは続いてラップですとかその辺り一投ずつ見ていきたいと思いますで最初に今 600m35 秒3ということでうんまあこれも金曜の動画では言ってましたけど35秒前後になるんじゃないかとは思ってましたけどまあ遅かったですねギリギリ35秒切るかなと思ってたんですけど、えーまあ、やっぱりちょっと遅かったですたの逃げ馬がいなかったってのももあるけれども もう少し流れた方がね g ンとしては良かったんですけども 1,000m も58秒8ということで、えー、マイル g ンにしては緩かったと思いますでそのあたりで、えー、まあ展開を見ていって前スタイルはまあそれなりにいくよく楽なペースで、えー、いけたと思いますやっぱり今も,もうちょっとでね馬券圏内というところでワイド勝つのは僕としてはもう少し粘ってほしかったんですけども十分見せ終あったと思います 1>, で1着から、えー、では見ていきますけども E ィージャンプ、まあ、やっぱり前走は正8ということで一針長かったという点とやっぱりこのまま叩き両肩型ですね前走はおそらく万全には仕上げてなくて明らかにここを見据えた仕上げだったと思いますで焦点となった、まあ、乗り換わりの部分に関してもやっぱり池添駅手第一番強いというのもありますししっかり勝ちを狙えるポジショニングをする といういところでやっぱり、ねあのー、リーディング争いとか勝ち星の面では、まあ、そのトップ5とかそういうところに入るわけじゃないですけどもやっぱりいいいろんなな意味で上手い機種だなと思います乗り方だったりそのやっぱり位置取りですね勝てるところでというところで、えー、ここだろうというところを位置を取ってそこから伸びてくるという機種の力量もあったと思います。あとはもちろん安田記念で ア、えーム大が大きな不利があったとはいえあのメンバーで、えー、しっかりと勝ちきって強い競馬をしてきたまあそういった意味でちょっと今回はガノン2金の陰に隠れて3強とは言われながらも6.4倍結果的に若干離された3番,て3番人気で、えー、まあ盲点というかもっと評価されても結果的には良かったのかなと思います。まあ、という僕もちょっと安田記念の勝ち馬はマイルチャンピオンシップでなかなか成績が良くないので。 えー、求められる適性の違いもあってインディー・ジャンプはちょっとあまり重要視、本命視はできなかったんですけども、まあ、結果的に、えー、安田桂の覇者、まあ、能力強さ高さを見せつけたレースだったかなと思います。そして2着のダノンプレミアム、まあ、やっぱり最後3着落ちるかなと思ったところもあったんですけど2着に粘り通したところは能力の証だったと思います。 ただやはりこの間に関しては休み明け天皇賞で強い競馬をして中2周で今回参戦やはり反動疲れというのはあったと思います今までがしっかり感覚を取って走ってくるタイプの間だったので初めてのこの短い間隔、ここは多かれ少なかれかなり影響があったと思いますえー、まあこういう結果になると外枠だったからとかっていう話が出てくるかと思いますけどまあいつもだったら外枠だろうと能力の違いでねじ伏せる ね、潜在力の高さありますしむしろ不利がない伸び伸びと走れた部分では、えー、外枠というのは今回は逆にプラスかなとレース前は思ってましたでもやっぱりそのいつもの手応えがなかったという点を踏まえると中西の影響とか体調面っていうのはやっぱり大きかったと思いますただこれで終わるような馬じゃないと思うので是非来年ですね、まあ、いろいろ大阪杯安田記念とあると思いますけどもう一貫 いいや2巻ぐらい取って引そして3着のペルシアンナイトに関しては、えーまあ、スタート出が悪くてそしてペースもあれほどあ,あれだけ、えー、若干遅めで早くなかった割にここまで追い込んできたやっぱり京都副勝率100%っていうのもありますけどコース適の高さは見せたと思いますあとはもちろん、えー、まだまだ能力的には落ちていないんだなというのを再確認できたところでした。 非常に悔やまれるのは3コーナーから4コーナーでまあ狭くなるところがあってスムーズに、えー、上がっていきなかったところここがスムーズにさばけていたらもしかしたら2着十分あったと思います。マイスタイルに関してはさっき話した通り、えー、展開も良かったんですけども予想動画で話した通りダービー4着もともと潜在能力高いですしお母さんが芝千里で実は2勝している馬なので、えー、そのあたりの決闘的背景からも戦力は十分こなせる人たちがあったと思います。 そして5着のダノンキングリーに関してはまあ出が,悪く出が良くなかったというのもあります。ただ初めての関西遠征京都競馬場そして、えー、まあこれは前回の前一週間で気になったことだったんですけど夏を越して、えー、馬体の増加がなかったというところで大体3歳馬だと一夏超えてプラス1 0キロとか増えてくる馬結構多いと思うんですけど。 そういう部分がなかったので、えーまあ、若干ね、不安なところはあったんですけども、んまあ、今回はマイナス2キロ、輸送込みで考えれば、そこまで減ってこなかったと思うんですけど、まあ、能力の高さの前に、ちょっと今日は走りきれなかったかなと、そういう経験の浅さだったり、左右打ちというのもちょっと影響したかと思います。まあ、ただ、このまま能力は相当だと思うので、しっかり休んで、和太鼓増えてきて、 心身ともに成長すれば来年もちろん g 1狙える馬だと思いますあと人気どころだとそうですねダイアトニックが4番人気だったので触れておくと、まあ、やはり初めての g 1っていうところもありますけど休み明けであのスワン・ステークス強いけば干渉して中西ここも少なからず反動はあったと思いますあとはやはり1 0 4ベストというのもあるとは思うんですけどもそれ以上にその反動の部分と初めての g 1の格の部分で、えー、若干 ったた分はあったかなと思いますそしてまあ僕は予想動画でペルシャンナイトとカテドラルマイスタイルを指名していたのでこの3頭は沈黙して見てたんですけど、まあ、カテドラルですね、まあ、惜しかったなと直線武樹氏も進路探し探し本当に追ってきて、まあ、前回もそう,だそうでしたしその前も結構このまま本当に直線内をついて結構伸びてくるのでどうしても進路が。 狭くなったりなかったりと振りを受けがちなんですけどこのペースで上がり最速で一瞬はねあの進路があればあわやという感じ印象を受けたのでやっぱり強いと思います来年無事にしっかり成長して,出て休んで出てきてくれればどこかで g 1勝てるんじゃないかなと勝てどおりはそれぐらいの魅力があるものだと思います、えー、ということで前チャンピオンシップのレース開雇は以上となります では最後に視聴者参加型予想対決2週目覚えての結果です、まあ、今回はインディーチャンプでしたので、えー、そうですねインディーチャンプコメントして,かしてく,れくださった方が7名でした僕が見間違えたらごめんなさいえ7、ー、名、うん、確認したら大丈夫だと思うんですけどもなんと1位ビントニーさん2週連続的中素晴らしいですね ということで単独1位1180ポイントということで一歩抜け出しましたねあとは先週のエリジョはラッキリラック540ポイント540円でしたので、えー、先週外れても今週当たった方が結果的に640ポイントで上位になってますので2位になってますということで1位と単独1位と同率2位が今6名ということでいよいよ来週最終週ですね で、まあどうなるかというところでビン・トニーさんが頭1個完全に抜けてるとこは間違いないんですけど先週当たった540円で単勝当たった方も JC でジャパンカップでねえー、そしたら700円とか単勝当たってきたらわかんないですよね。でエリジオマイルチャンピオンシップも外してる方も最終週ジャパンカップで単勝1500円とか。 あったら参戦一でもだ、そのあたりちょっとましてジャパンカップ今のところ混沌として若干カオスな感じもするぐらいのメンバーなので、えー、ちょっと注目して見ていきたいと思います。では、えー、今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひ最終週一発逆転を狙うのかはたまた無難に狙っていくのか最終週も皆さん参加をお待ちしております。では 引き続きグッド評価とチャンネル登録もお願いします。ではまた。